12月20日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。で、辛坊さん、ちょっと電車の情報がね、はい、今入りましたのでお伝えしていきます。はいはい、京急本線が八丁縄手駅で発生した人身事故の影響で、京急川崎駅から神奈川新町駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。京急本線が京急川崎駅から神奈川新町駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。京浜急行電鉄によりますと、運転の再開はこの後午後4時40分頃の見込みということですのでね、ご利用になる方はご注意ください。年末にかけてなんですかね、毎年あの電車の人身事故多いですけれども、はい、まあかなりの、件数は自殺なんですよ。うんうんうん、だからちょっとやっぱ年末に、で、自殺って基本的にメディア取り上げないですよね、芸能人以外は。はい、だけど、自殺件数がもし例えば増えてるとかね、はい、何かやっぱりそれに理由があるとするならば、社会的問題があるのならば、うん、まあ自殺だから全部扱わないっていうそのスタンスでいいのかっていうことも含めてね、芸能人の時だけ結構騒ぎになる、なりますけど、はい、まあ、今は電車の情報だけですからね、それ以上詳しいことは分かりませんが、ね、はいはい、お気をつけください。さて、先週末東京にいたんですよ、珍しいことに。で、東京にいてですね、で、家で寝ててですね、今朝ですよ、はい、このもう日本放送に来てる夢を見ましてね日本放送来てて、日本放送の窓から本番始まる前に外をぼーっと見てたら、はい、なぜかその夢の中では日本放送の前に川が流れてるんですよねその川見てたらね、カバが泳いでくるんですよで、カバがね、カバが、お、カバだと思ってで、カバだ、カバ、カバだ、カバだって騒いだら、うん、うわ、みんながわーっと窓のとこに寄ってきて、俺もよく見たら、あれ、カバ 5頭いるって言って、で、スマホ出してきて、カバのところの、スマホってピュッと指でやると拡大できますよね。はい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 、カバのいるあたりをギューッと拡大したんですよ。はい、そしたら、うん、カバだけじゃなくて、ライオンの赤ちゃんみたいなものも、どんぶらこ、こんぶらこ流れてきて、あ、これは川の上流にある動物園かなんかが、水害で動物みんな流されちゃったのかなみたいなことを考えてるわけですね。で、シャッターをこう押してツイッターで上げようと思って、シャッターを押すんだけど、撮れないんですよ。夢でありがちなんかね、撮れないって。ほいで、この番組のスタッフの若い子にですね、おい、撮れない、なんとかしてくれって言ったら、あ、こんなん簡単ですよ。ピャ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 って言ってスマホ直して、はいって言って、お、ありがとうありがとうって言ってまたやろうとするんだけど、また撮れないのよ。ほいで、こういう感じな時に壊れるんだよなと思ってる時に目が覚めました。もう夢あるあるですね、そのね、肝心な時にね。そうなんだよね。で、これを今日ツイッターに書いたところが、はいはい、いろんな方が、いや、カバの夢というのはなんかこの心身における重圧みたいなものを表明してるとかですねいろんな見方があるもんだな、はい、いろいろ教えていただいてありがたいなと。いや、なんかこう重圧を感じてることあるんじゃないですか。あるある、もう山ほどありますよ、すら、ね、もうね、もう毎日が辛労のね、本当連続でもう年末まで持たないんじゃないかと思うよね。その割にせっかく生きて帰ってきたのにもうそろそろダメかも。パタ、大丈夫ですよ、はい、そういう方に限って大丈夫ですどういう方に限ってだよいうことでございます。はい、はい、いや、あのね、実はそれだけ、いや、それだけ、ね、いや、違うんですよ、それ違う、そんなこと言おうと思ったんじゃないんだな、そうだ、私ね、今日本番始まる前に、はいはい、全然違うことを考えてて、私の前にいる増山さんという方はですね、はいはい、まあ、私と一緒に番組やってくださるパーソナリティの方だなという、日本放送のベテラン、ベテランアナウンサー、ベテランじゃないか、いや、そこでベテランも隠す必要はないだろう。
ベテランアナウンサーなんだなとこう思ってたんですよ。はい、ほいで私の認識の増山さやかさんは、日本放送の素敵なベテラン女子アナウンサーというこういうね、まあ、最近あんまり女子アナって言い方もあんまりしなくなってきましたけど ね、まあ女性のアナウンサーってこういうイメージだったんですが、はい、今日ですね、はい、本番始まるちょっと前ぐらいにですよ、はい、外スタジオの外にいた増山さやかさんに、まあ、見たこともないようなおっさんが歩いていってですね、はいはい、見たこともないおっさんだなこのおっさんと思いながら、うん、遠巻きに見てたらですね、うん、どうやら、年末のいろんな特番関係の、録音の仕事の、はいはいはい、手配みたいなものをアナウンス室長であるところの増山さやかさんに、はい、言ってきてるらしいです。そうですよ。お、増山さやかさんってっこの曲の管理職なんだっていうのがね。私はそうですよ、あのアナウンス室の、9人のスケジュールを全部こうね、まあ、この仕事は誰に割ろうかとかこう思うわけですね。やっぱちょっと飯田くんは毎朝頑張ってるから、これ以上仕事振ると、ロト許可だとかって言って怒り出すよな。勤務時間ありますからね、これ以上髪の毛抜けても困るしなとか思うわけですよ。そうですよ。そうするとまあ、ちょっとこう仕事を公平に割り振るにはとか考えながら、じゃあこの新しく来た仕事は誰に振ろうか、はい。今後の成長のためにはね、人がいなかったら自分でやろうかとかさ。そういうことも含めてね。そうですよ。その様子をこう遠巻きに眺めながら、はい、ああ、まあ、瀬山さんってやっぱりここの管理職なんだ、とかね。いたわってください、それが分かったんでしたら。俺関係ねえもん。関係ないね。いやいや番組をね最中にいただいていただければ、いや、はい、それだけのことです。そうです。今日どうしても言いたかったのはそれだけです。全部終わりました、はい、もういいです。じゃあもう今日は早めに株と為替の値動きをお伝えしていきます。今日の東京株式市場日経平均株価は先週の金曜日に比べまして607円87銭安い 27,937円81銭でした。海外の新型コロナウイルスの再拡大が警戒されて大幅に続落しました。今日ね、多分新型コロナの話題がニュースで入ってないのかな、入ってないかもしれないですね。そうですね。じゃあ一応言っとこうか。ちょっとありますか。まあ、じゃあその時言ってもいいんですけども、オミクロン株の水際対策は当然大切です。はい、大切ですが、何回も申し上げているように、こんだけ感染力の強いあのウイルスは防げません。はい、で日本の今日まだデータ出てきてませんけれども、今日はまああの月曜日ですから、毎週月曜日の東京都の感染者数って一番少ないんですよ、まあ、ずっと一桁続いてたりなんかして、はい、で今日どうなるか分かりませんけれども、ただね、今後は感染者増えてくるだろうと思います。でそれはオミクロン株がいつピークになるか分かりませんけれども、一人が例えば3人とか4人とか移すような状況だと、あっという間にネズミ山ってやつでね、ネズミ山という言い方も最近するんでしょうか。我々子供の頃は普通にネズミ山って使ってましたけど、一匹のネズミに、だからネズミのつがいがいると、はいはい、そのあっという間にものすごい勢いで数が増えちゃうっていうのをネズミ山と言いますが、ネズミ見ないっすね東京で。いますか。確かに見ないです。昔はね、東南アジアなんか行くとね、今でもね、うん、普通にこう街歩いてると、うん、速攻からネズミがピコッと顔出してですね、うん、猛烈な勢いでかけていくとか。入社した頃はスタジオの隅走ってんの見ましたからね。どんな曲ですかそれは。本当に本当にネズミ捕りが仕掛けてあって、ネズミ捕りがスタジオの中に仕掛けてあるんですか。つぶらない瞳でネズミがそこにいたりしましたけどね。そうだよね、ネズミちゃんって単体で見ると可愛いよね、うん、そうですね。ドムネズミみたいなでっかいやつがね、足元こう駆け抜けていくとゾッとしますけどね。そんなのまだマシですよ。私勤めた頃、はい、読売テレビの、当時読売テレビって大阪の南森町っていうところのお寺さんの、持っているビルの半分借りて営業してたんですね。半分お寺なんですよ、で半分お寺で、これが不思議なお寺でです、ね、お寺っていうかね、建物でですね、報道の横に共用応接、共に用いる応接って書いてあって、共用応接っていう部屋があってですね、はい、で入社したての私は、ああ共用応接なんだと思って、ここは共用応接ということは、つまりここ報道とか例えば、人事とか政策とかいろんな人が使う応接間なんだなとこう思ってたんです、である日、はい、なんか会議があるっていうんで、ああ共用応接みたいな話があったんで、トトトトッと降りてって共用応接のドアをバッと開いたら、はい、びっくりしましたね。お坊さんが今朝来て10人会議しててですね、はい、あ、これは曲がりしてるお寺との共用応接なんだっていう、どんな放送局だよそれと思ったことがありますが、その時のね、1階に1スタ2スタって大きなスタジオが2つあったんですけど、
ここのスタジオはイタチが出るって有名でですね。イタチですか。イタチはでかいよ、ね、ネズミに比べりゃ、はいはい、そのイタチが本番中にですねスタジオの横を猛烈な速度で走ってくる、でこの放送局は今とセキュリティってやつが全く違うんですよ。今もうどこの放送局もセキュリティ厳しいですよね、はい、会社に入るのになんかあのピンポンゲートみたいなやつ通らなきゃいけなくって、日テレなんか昔あのジャイアント馬場が入り口で止められたっていう伝説がありますからね誰が見たってジャイアント馬場だろっていう、はい、それでも止められたっていうと、そのぐらい最近あの昔爆弾テロみたいなやつがあってですね、それからまあどこの局も厳しくなって、はい、今局だけじゃありません、どこの会社もセキュリティ大変厳しくなっておりますが、なかなかね、そうですね、私が入った頃のテレビ局なんかそんなんすっとんとんで何もなしですから、はい、半年間、ね、ホームレスの方がスタジオの隅で暮らしていて誰も気がつかなかったんです、あ、大きいテレビ局で、そうそう、で半年ぐらい経ってあれ大友さんじゃないのみたいな、いや違うよって話、誰じゃっていうのが半年ぐらい経ってみんなでざわ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 ってなって本人に聞いてみたら、いやここ僕は住んでるだけですって言うから、いやちょっと待てと、勝手に住むな人んとこのスタジオにってそういうぐらい牧歌的な時代だったですけどね。だからね、ネズミぐらいじゃ驚かないけども何の話そうですよ、なんで株価からまだあの為替の方をお伝えしていませんので、いやそうじゃないよ、どっからどうしてこの話になったんだろう、為替の前ですよね、オミクロン株、オミクロン、あ、そうそう、オミクロン株について、そうそう、オミクロン株でございます、はい、でオミクロン株に関して言うと、うん、こんな感染力の強いやつ、そんなにあのどうやって水際対策やることの必要性は急激に入ってきてガーッと増えないために、入ってくるのは分かってんだけどちょっとずつ抑えなきゃねっていう、そのぐらいのもんだと思っておいた方がいいです。でその努力は私は認めるしやるべきだとは思うけれども、はい、うん、これで止められるはずがないんで、私が想像すると2月ぐらいにはね相当な感染者になるだろうと予言しておきます。ただし今全世界で例えばね、この間イギリスで新型のオミクロン株で1人亡くなったっていうのが全世界的なニュースになりましたが、もう世界の90カ国ぐらいでオミクロン株って検出されてるんですが、例えばヨーロッパの国でイギリスの一例以外で死んだ人いないんですよ、ね、大半が軽症かあるいは無症状で検査すると引っかかるっていう状況なので、はい、だからあの社会的にどうこのウイルスと対峙すべきかということに関しては、うん、ちょっとやっぱ冷静に見ていく必要があるのと同時に、感染に関して言うと、まあ、来年2月ぐらいをピークに急激に膨れ上がっていくんではないかという気がいたします。何ですか、なんか今、ツイッターですね、増山さんのところに、はい、感染者がネズミ座に増えることについてですけれども、はいはい、ネズミさんっていうのかな、東京でネズミって見ないですよね、ネズミもよく見ると可愛いですよね、そういえば読売テレビにネズミがいてね、イタチも出てね、テレビ局のセキュリティはね、ん、え、何ですかそれ、今我々が喋ったことそのままですが、はい、何ですか、なんでネズミの話になった、あ今構成作家の阿部ちゃんがですね、私が一体なんでネズミの話をしているんだろうって言ったら、あのツイッターの方がですね、あのすごい時系列で、すいません時系列で、あのそのなんでそこになったかというのを教えてくださってる方、すごいですね今 SNS の時代は、もうきちんと聞いてこうやって、ね、発信してくださるんですよ。 でそれを心配したあの構成作家の阿部ちゃんが我々の前にパソコンを出したんだけど、我々はこう喋ってますから、そうなんです、どういう意図を持って構成作家の阿部ちゃんが我々にパソコンを出したのか意味が分かんなくて、 それを思わず増山さんが読み上げてしまったというそういう顛末でございます。はい、為替まだお伝えしてません、為替相場現在1ドル本当だよ、今日オープニング短く切り上げるんじゃなかったのかよ、そうですよ、いきます、1ドル113円50銭付近で取引されています。さあズームそこまで言うか、この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台のズームオンではですね、裁判傍聴芸人の阿蘇山大噴火さんが登場いたします。2021年の笑える B 級ニュースにズームします。ラジオの前のあなたからのメッセージ、今日もお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛坊さんへのツッコミ、何でも結構です。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日もお送りします、エンディングでかかるズームオンミュージックリクエストもお待ちしております。はい、前の晩に川をカバが泳ぐ夢を見た時に聞きたい曲
シチュエーションが最近すごい細かいですよね。これは難しいかろう。これは難しいと思います。朝目が覚めたら、あれカバーどこ行ったと。カバの夢を見た時に聞きたい曲ということで、いかがでしょうか。ぜひお願いいたします。で、喋ってる間にですね、一つ思い出しました、はい、ネズミといえばね、あれは多分ねミャンマーだったと思います。私、はい、3年ほど前からですね、はい、旅人 YouTuber というふうに名乗っておりまして、全世界をこう回ってるわけですよ、はい、で今ミャンマーはクーデターが起きて軍政で大変なことになってるんですが、その軍政に入る前のミャンマーに行った時に、はい、こう街を歩いていたら、なんかゴーストバスターズみたいな格好したおっさんがですね、何してんのかと思ったらですね、側溝の中に煙のものすごい勢いで出る煙、もっくもくの煙を側溝の中突っ込んで、燻蒸してるわけですよ、いぶしてるわけですよ。これ何してんですかって聞いたら、ネズミの駆除だと。ネズミというのは、ネズミというのはやっぱり途上国にとってはいろんな病気を媒介する重大な脅威になっているので、だから駆除が必要で、で数も多いし、でそんな一匹一匹ネズミ捕りで捕まえてたって、そんなもんじゃネズミさんに対抗できないんですよ。どうするのかって言ったら、その煙でですね、多分殺虫剤じゃない、殺素剤ですね、殺素剤の入った燻蒸剤みたいなやつで、猛烈な煙でですね、そこを全部、そっから煙がもう漏れ出してくるんだけど、みんなその口のところに布を当ててですね、それ吸わないようにものすごい勢いで足早に、こっちは全然知らないから吸っちゃう、それどんどん吸ってて、危ないよね、これ殺素剤まずくねこれうわ、なんか随分ざっくりと、ね、というような経験はあります、はい。でもう一つ殺素剤の話で言うと、また広がっ、日本の検疫って本当にお役所仕事だなと思ったのは、はい、私太平洋横断行くときにヨットの検疫っていうのをクリアしなきゃいけないわけですよ、でヨットの検疫ね、どんなことがあるかというと、はい、検疫所、厚生労働省傘下の検疫所に行って、すいません、かくかくしかじかこういうわけで自分の船でアメリカに行くことになりました、どういう手続きが必要ですかって言ったら、はい、検疫証明というのを取っていただかないといけません。わかりました。で、検疫証明どうやって取ったらいいんですか。かくかくしかじかこういう書類にサインしてください。わかりました。うん、それとね、今度船見せてもらいに、実地の見分が必要なんで、行きますから。で、その時までに用意していただくものが3点ありますから。はい、わかりました。何ですか。1点目、消毒用アルコール。わかりました。消毒用アルコール。はい。2点目、はい、フマキラ。フマキラとは言わなかったです。殺虫剤、まあはい、で殺虫剤って言うから、殺虫剤ってどんなものがいるんですか。フマキラそうですか、わかりました。フマキラですね。3つ目何ですか、はい、って言ったら、猫いらず。なんすか猫いらず、ね、猫いらずって今ほとんどの人知らないと思いますが、我々の世代は知ってますよ。まあ、猫の餌みたいなもんですね、はいはい、で、ネズミが猫じゃない、猫がネズミを取るっていうのが昔から言われてます、本当に取るんですかね、あんまり取っても見たことないですけど、うん、でも取るんでしょうきっと、うん、それで猫いらず、猫いらないよっていうので、その辺にこう置いとくと、はいはい、ネズミが餌と間違って食べて死んじゃうっていう、うん、そういうのがこれ、うん、難しい言葉で殺素剤っていうんですけども、はい、猫いらず1つ、うん、1パック、猫いらずクソ売ってますって言ったら、ネットで簡単に買えますからって言って、ネットで調べたら本当に簡単に買えるんだけど、猫いらずって、いや今時俺の船なんかネズミ小さいし、ネズミなんか見たことないんだけど、一応これ決まってんだって。それ持ってないと許可が下りない、許可が下りないんですよ。だからアメリカ行く許可取るために猫いらず買いましたよ、私。必需品なんだ、びっくりしました。いやこれっている今どきって思ったんだけど、ね、お役所でそういうふうに決まってると、向こうだってそれは現場の末端の係官のは言わなきゃいけないし、末端の係官も多分いらないよなと思ってると思うんだけど、その決まりだから。だから日本ってやっぱりね、そういう規制とかそういうもんでがんじがらめの国なんだなということが ね自分で今回太平洋横断一から手続きやってみてよく分かりました。なるほど、はい、いかん、オープニング喋りすぎだろう。かなり喋りましたよ。今日俺3分でやめてね、なんで3分でやめたかというと、はいはいはい、週末、これ木曜日までしか番組がなかった、金曜日の大きな事件に関して一言も喋る機会がなかったので、今日はニュースのコーナーでこれについてしっかり喋ろうと思っていたんだけど。今喋ってるその時間が無駄なんで、この後ずっとお送りします。一生懸命喋ってんだ俺は。ズームそこまで言うか。まずは先週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。北
北朝鮮による拉致被害者田口八重子さんの兄で被害者家族会の前の代表飯塚繁雄さんが18日未明亡くなりました。83歳でした。東日本大震災の復興道路として国が整備を進めた三陸沿岸道路が18日に全線開通しました。新型コロナウイルスのオミクロン株への水際対策について岸田総理大臣は18日年末までの期限を少なくとも来年初めまで継続する方針を示しました。映画アナと雪の女王の日本語吹き替え版でヒロインの声を担当した神田沙也加さんが18日に亡くなりました。35歳でした。苦しい時には電話で相談するなどの方法も必要です。命の電話 0570-783-556 0570-783-556、 お一人で抱え込まず、まずはご相談してみてください。香港の立法会選挙が19日に投開票され、一般の有権者が投票できる直接投票枠の最終投票率が 30.2% の過去最低となり、2016年の前回の選挙 58.3% を大きく下回りました。死者24人を出した大阪市北区のビル火災で殺人と放火の疑いが持たれている谷本盛雄容疑者が事件前、生活拠点としていた西淀川区の住宅の近くでガソリンを購入していたことが分かりました。すき家は今日主力メニューの牛丼を23日の午前9時に値上げすると発表しました。並盛の値上げは6年8ヶ月ぶりで350円が400円になります。そこまで言うか。大阪市北区のビル火災に関してもちょっと今日ここの時間がなくなりましたんで、5時台のズームのコーナーでちゃんと喋ります。そこでちゃんと喋りますが、はい、一つだけ覚えておいてほしいのは、これもしこのニュースを朝日新聞毎日新聞でしか読んでないという方がいらっしゃったら重大な情報が欠落してます。で、まあ、ちょっとそのあたりのを含めてですね、うん、はい、ちょっとお話ししようと思いますので、はい、5時台のズームオン注目してください。香港の立法議会選挙ですが、今回選挙って言ってもですね、立候補できる人たちが中国寄りの人たちしかダメっていうことで、投票行ったって中国寄りの人しかいないわけですよ。ほんで投票率が 30% ということは7割の人が実質ボイコットしたと。いうことですね。ただまあボイコットしたからといって選挙結果が変わらないですから、うん、で中香港の立法議会はこれで、全部中国寄りの人たちだけが議員になると、何のための選挙なんだと、うん、はい、そんな状況であります。すき家値上げ、並盛400円、もう吉野家は400円突破してますんで、私はまあこのぐらいの値段水準ならば、うん、まあ、値上げに関しては私この間からですね、日本の値上げは実は物価相当上がってきてるよってお話してるんですが、うんうんうん、はい、その通りだろう。最近の動き見てると、どんどん、いきなりステーキもすっごい値上がりしたの知ってます。週末なんか発表になりましたけど、あ、そろそろお時間でございます。そう、ここからがハイライトズームフラッシュでした。12月20日月曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。さあ、ご意見いただいております、はい、ありがとうございます。ツイッターですね、フエルさん、へいへい、ネズミは銀座でも普通に見かけますよ。あ、ネズミは銀座でもいる、そうですね、うん、そうかもしれないです ね、 あんまり私見ないだけかな。そう、だから時間帯によるんだろうね。そうですね、あとボスさんはですね、ほいほい、銀座線のホーム下のレール付近でよくネズミを見かけますよ。なるほど。丸々と太ったネズミっていう。そうなんだよ。都会はやっぱりね、栄養状態がいいんだと思いますよ。あ、残飯が結構いいものが多いのかしら。食べるものがあるんだろうね。はい。それから夢の話ね、はいはい、千葉県のシシドさん、夢占いを調べたら、カバの夢は、はい、悩みやコンプレックスを表しているそうです。辛坊さん、水臭いじゃないですか。悩みがあるならラジオで言ってくださいよと。悩みなんかもう山ほどありますよ。もう悩みの塊みたいなもんですよ。そうですか、本当に、割となんかこう自由に生きてらっしゃる感じしますけど。いやいや、自由に生きるのは大変なんですよ。あ、ね、ほうじゃないよなんすかその
全く人に寄り添う気持ちがないわけですね。ちょっと今ね響かなかったですね、全然響いてない感じはよくわかります。はい、いいです、もう僕のことはほっといてください。それからね、ほっとくわけにはいかないんですが、東京都のたっちゃんさん、新保さん、 JAXA が13年ぶりに宇宙飛行士の募集を始めたそうです。はい、知っていましたか？知らない。月面着陸に行くそうですよ。月ならちょっと近いし、辛坊さんも行けるのでは、応募期待してます、はい、と、ね、間違いなく年齢制限で引っかかります。年齢制限以外にもね、なんかやっぱり日本の宇宙飛行士って理系の方が優先される感じかな、でも応募は文系理系などの専門分野は、そうそう、それなくなったってね、あの話題になりましたよね、だから文系でも応募できるんだとは思ったんですが、はい、残念ながら私は対象ではありませんので、それよりもそれで行くんだったら多分ね、100億円貯める方が早いと思うわ。早いんですか？うん、あのどっちも無理だけどねどっちも無理だけど、どっちの方により可能性があるかといえば、多分100億稼ぐ方法を、考えることはできないですからね。考える方がいいんじゃないですか。そうなんですよ、年齢戻すわけいかないでしょ、でもね、それで言うと年齢は戻せませんけれども、太平洋団から帰ってきた時に、はい、筋力が落ちて普通に立てないし歩けないし、膝が痛くてここに来るまでも大変だったんですが、この4ヶ月で体重10キロ増やして、はい、で積極的にあの膝周りの関節につながっている筋肉のトレーニングを、別にあのジム行くとかダメなんですよ、私そういうので、ジム行って1時間何の目的もなくっていうか、まあそれは筋トレだから筋トレの目的はあるんでしょうけど、そういうことできないんだけど、先週私木曜日にここで、まあオンで喋ったかオフで喋ったか忘れましたけれども、この後麻布十番なんだよね。麻布十番って歩けるかなとか言ってて、歩けるわけないじゃないですかとか言われて歩きました。 5.7 キロ。時間1時間半7時間半ですか、はい、1時間半麻布十番までここから歩きました。でそういうことを重ねていって、今日ふと気がついたんですが、膝ほとんど痛くなくなりました。あ、じゃあやっぱりで一時ね、膝が痛い時には、はいはい、この膝の痛みだけなんとかならないかなとかですね、膝の痛みによく効きそうな健康食品みたいな広告をいっぱい集めて、さあどれにしようかと思っていたんですが、結果的にはまあ私の状況と年齢にもよるんでしょうけれど、歩くのが一番有効でしたね。やっぱりそういう軽い運動を継続するっていうの大事なんですよね。あ、まあそうですね。軽くないけどね、1時間ある。いやいや、麻布十番ですか。だからね、東京門はね、車とか使いすぎだよってタクシーの運転手さんに怒られちゃうね、これね。まあ、ね、そうそう、タクシー使った方がいい時ありますよ。はい、でもね、歩くということは本当に大切です。適度にバランス見てね。はい。健康とのバランスも考えてね。まあ、有楽町から麻布十番まで毎回歩くのはちょっとお勧めしませんけど、はい、ということでございます。あ、でもね、膝の痛みなくなったのは良かったです。いや、そうなんです。はい、あなたからのご意見まだまだお待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。前澤さん元気に帰ってきたんですよね。そうですよ、今日のお昼もね、でもね、私前澤さんの気持ちになったら、なんかちょっとハプニングが欲しかったなとかきっと思ってると思うよそうですか。まあ、あのね、私の場合はそんな100億もかからないんですけれども、まあ、若干あの、ね、同じ系列のようなことをした立場から言うと、多分なんかハプニングみたいなものをきっと期待してただろうと思うんですよね。辛坊さんはありましたからね、ハプニングいろいろね。1回目ね、まあ、1回目のハプニングはね、ちょっとハプニングとしては大きすぎますけど ね、 そうですね、船沈没しちゃまずいっしょ、そりゃ。だけど、まあ、そのソユーズ爆発するとかですね、まあ、そういうことも本人はちょっとは想定してたと思いますね。覚悟みたいなものはね。あ、もうソユーズは、まあ、確かに宇宙に行くロケットとしては今一番安定して安心感があるロケットだけれども、はい、それでもやっぱりね、あんだけ高速高温高振動の中、はい、宇宙まで行こうと思うとものすごいリスク高いですから、だから本人はどっかでチュドーンは考えてたと思いますよ。だから無事戻ってきた、無事戻ってきたんだときっと思ってるだろうなと、本人に会ったら聞いてみようと思うんだけど、本人に会う機会ないよね。なかなか。でもこの曲で番組やってらっしゃるんでしょ。そうですね。日本放送であの宇宙からこう中継もしましたんで。ちょっと宇宙行った人対、太平洋男子とで、一辺対談みたいなものを誰かセットしてくれたりしないのかな。いいじゃないですか。ちょっとあの本人に、あの関係者の方いらっしゃったら一応言っててください。はいはいはい、私喜んできますから。はい。いいじゃないですか、海と宇宙で。ブンブン尻尾振ってね。できれば1億円ぐらいもらおうと。どちらかというと尻尾振ってなかったじゃないですか。私は伝えますからね。ブンブン振っちゃうよ。
ね振ってなかったっていうことブンブン尻尾振って1億円目指せ1億円この後は裁判傍聴芸人の阿蘇山大噴火さん登場です。2021年のね笑える B 級ニュースにズームしていきます。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日12月20日ですからね、今年も2週間ほどになりまして、振り返る企画多くなってきましたが、今日はズームがね、土曜日時代のズームで史上最多の出演ゲストだった方がこの方なんです。本当それ史上最多出演だったの？ズームの歴史の中で振り返りますとね。あらまあ、そうですか。はい、帯番組になってからは初登場です。久しぶりのご対面、裁判傍聴芸人の阿蘇山大噴火さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最多の人がこんな 5,6 年のことありますか？だよね。これなんか問題起こしたのかなと思って。そうじゃなくて、このその土曜日の番組って長いことやってなかったからね。あ、なるほど。それもありますから、がありますから。どうでもいいですけど、太りましたね。太りましたか。太った以外はなんかやっぱり太ってるとね、老けないね人間は。あ、そうですか。若いっていう。若いこともないんだけど。若いこともないけど、まあ、そんな老けた何年も5年も経ってる感じはしないですね。あ、なるほど。そうですね。ずっと変わらないとは言われます、ね。裁判傍聴芸人のスタンスも変わらないですか？変わってないですね。ずっと裁判所行ってるだけなので。今年ほら阿蘇山噴火あったじゃないですか。はい、あの時名前どうしたんですか？あの時はやっぱり番組によっては阿蘇さん、阿蘇ちゃん、阿蘇ちゃん、阿蘇道明さん、阿蘇道明さん、阿蘇道明さんって本名だっけ？はい、本名です。いや別に芸名は自分でつけたわけじゃないので。誰がつけたの？あの大川工業の一番トップにいる大川豊、はあはあ、総裁がつけたので、あの人に文句言ってほしいんですよ。俺は被害者の一人なんですよ。阿蘇山大噴火というのはその大川工業一門の中ではマシな芸名ですか？マシなんすかね。一番これはちょっと意外、これはやめ、いやだなっていうのはあります、俺はゴミじゃない。俺はゴミじゃないさんですっていう。そういう人いるんですか？俺はゴミじゃないさんなって思います。ああ、で阿蘇山さん、はい、あのもう当然今日はですね、はい、ネタを一つやっていただく、ネタというかですね、はい、裁判傍聴芸人としてやっていただくんですが、はい、久々だからちょっと聞いていいですか？はい、あのほら昨日 M1 やってたじゃないですか、はい、ね、で一応阿蘇山大噴火さんもお笑い芸人という立ち位置なんですか？はい、立ち位置ですか、はい。まあ、M1 は2人じゃないと出られないですよね。出られない。で、1人で出られるような、ああいうのあるじゃないですか。そんなに。R1 グランプリ。R1。そういうの出るんですか？ R1 は今、だって15年くらいで足切りになっちゃってるんで。デビューしてから？そうですね。芸歴10年か15年でも出れないんですよ。ああ、阿蘇山さん何年なんですか？俺もう22年とか。22年。もうちょっとやってるかもしれないね。それで、その、どういう芸人を目指して、うん、で、いつからその裁判傍聴方向へ来て、うん、で、これからどこへ行くのか。いや、誰かに憧れてみたいなことはなかったんですよ。漫才みたいなのやりたいなとか、はい、浅草キッドとか面白いなと思って、まあ、事務所に入って、まあ、そこの中で組んだりとかして、やってたんですけど。漫才やってたこともあるんだ。そうです。2回コンビ組んでますね。はそこそこ、まあ、受けたりとか。そこそこ受けた。はい、ライブで優勝したりとかはしてたんですよ。いや、やっぱね、私実は今回の M1 の前に、M1 の最後に残ったの中で、2チーム、2組、はい、全然違う番組で一緒になったんですよ。うん、そして、このなんか、M1 目指してる漫才師さんたちの、なんかこの上昇にかけるエネルギーっていうか、うん、長い下積みから抜けて、サクセスストーリー掴むっていう、現代のシンデレラみたいのが、うん、すげえ、なんか、いや、本当に久々に感動したんですよ。すげえ、この人たちすげえっていう、なんか、あんなに最近ギラギラして上昇しようとしてる人たち世の中いないじゃん。うん、ところが、あの、M1 出てくるような人たちのギラギラ度が、うん、いや、最近見ない、こういうのっていう。いや、だって昨日の敗者復活戦からご覧になってました？敗者復活も全員面白いんですよ。今から芸人になろうっていうやつ、相当自信ないとやれないですよ。あ、ハードル高いってことですか？どうすか、もう一遍、コンビ組んで M1 目指すとか。絶対やんないですよ。どれだけ大変かですよ。ネタ作って練習して、ライブのたびにちょっとブラッシュアップしてみたいな。大変なんですか？やりたくないですね、もう。そんな大変なんだ。はい。裁判のネタを、まあ私は一人でやってますけど、それも大変だなって思います。阿蘇山大噴火で
十分もうメジャーになっちゃったから。いやいや、それ噴火だってニュースでメジャーになっても困るわけですよ。いや、まあ、わかりました。ということで、それではお願いします。はい、わかりました。はい、2021年の笑える B 級ニュース、じゃあ、一つ目の裁判、お願いいたします。はい、今年はですね、ちょっと東京地裁、東京地裁じゃなくて、霞が関で、ちょっと異変が起きてまして、大変なことなんですけども、総務省と検察庁の看板があるじゃないですか。あるあれがペンキで汚されたっていう事件があったんですよ。たまにでもなんか検察庁の看板にペンキ投げる人とかいるよね。昔からちょくちょくあったんですけど、今年は総務省と検察庁やられたんですよ。それ私多分ね、ちょっとした事情で知らないと思う。あ、なるほど。ちょっともう一つお伝えすると、総務省と弁護士会館の看板はスプレーでやられたんですよ。はあ、でさらに私が毎日通うと、今日も午前中言ってましたけども、東京地裁の看板はペンキで汚されて、それをきれいにした後に傷をつけられたんですよ。バカとかって念が入ってますね。今年だけでもうニュースになってるだけで6回いろんなところ全部ドイツ人物、それが別人なんです。別人、はい、別人と捕まってないのがあるという。なるほど。でそのうちの一つ捕まった人、匿名報道だったんですけども、やっぱ毎日裁判所通ってるから、偶然見つけたっていう、ちょっとこれをお伝えしたいんですけども、罪名器物損壊です。罪名器物損壊。はい。で、被告人が69歳無職の男性。69歳無職。はい。で、最初に刑事裁判は人定質問って言って、被告人の名前とか、あんた誰ってやつですね。はい。本籍地みたいなの確認するんですけども、被告人がですね、証言台に来たら、いきなり、被告人の方から、すいません、裁判官の名前は、これ、小森って読むんですかね、古森ですかみたいな。なんか被告人の方から逆質問してるんですよ。裁判官の人定質問が始まったわけですね。そしたら、裁判官が、私は古い玉と書いて、小玉です。珍しいですね。珍しいですけど、被告人も漢字読み間違ってたわけですよね。小玉ですかみたいな。だからどうしてるんだよ、それ。いや、被告人がそれだけ裁判官の名前を気にしてるんですよ。なんで気になるじゃないですか。いや、気にならないでしょ、普通。で、この後に分かるってこと。分かるの、はい。で、起訴されたのが2つありまして、1つはですね、今年の9月7日、お昼の2時過ぎなんですけれども、検察庁の看板に黄色いペンキをかけたという件。で、2つ目は、その、10日前なんですけども、8月27日、お昼の2時過ぎに、弁護士会館の看板に黄色いスプレーをかけた。だこの2つが、この69歳の男が犯人だったということなんですね。で、検察官の冒頭陳述によると、被告人は大学を卒業した後に、宮城県内の市役所でずっと働いて、で途中転職して会社員になるんですけども、今は年金暮らしをしていると。69歳だったね。で、前科が4犯ありまして、ここが重要なのでよく聞いてください。被告人は2014年に、地元宮城県で、なんか社会福祉課の人に暴力を振るったということで、公務執行妨害と傷害の罪で罰金50万円の判決を言い渡された。でも被告人はこの判決に納得いかなくて、司法っていうもの全体に不信感を抱くようになったんです。なるほど。で、その自分の判決が控訴、さらに上告して、最高裁の判決が出た後に、2016年の4月、最高裁の看板に赤いスプレーを吹きかけて有罪判決を受けた。さらに翌年、検察庁の看板に赤いスプレーを吹きかけて有罪判決。そして、おととし、2019年の4月には、内閣府の看板に赤いスプレーをかけて、実刑判決を受けているという男なんです。実刑なの？実刑なんですよ。繰り返してるから。累犯だからっていうことですかね。とにかく、どっかのこう官庁街というか、まあ、霞が関来て、なんかの看板汚してばっかりいる人なんですよ。で、今回なんですけど、今年なんですけども、わざわざ宮城県から東京までやってきて、あ、まあ、ご苦労さんですな。で、ペンキを持ち込んで、で、かけて、で、かけたらすぐ近くにいる警備員に、すいません、私かけちゃいましたと。自首して出るんだ。そうなんです。すぐ名乗り出る。それは、犯人探さなくていいから警察も簡単だな。楽でいいですよね、うん。で、取り調べに対して被告人はですね、今まで3回いろんな施設に塗料をかけてきましたが、それに関しては悪いと思っていません。はい、いません。で、2014年に私の自宅に入ってきた市役所職員のお腹を押しただけなのに、なぜそれが公務執行妨害と傷害になるのか。これは法治国家なのにおかしな話で、私がペンキとかラッカーで看板を汚せば、これは大きなアピールになる。
いやいや、その理屈わかんないし。理屈つながってないし、それ。被告人は言ってるんですから。気持ちはわからんでもないけどな。で、その話を私はいろんな新聞社、あとは週刊新潮にネタを送ったが、全く取り上げてもらえない。あ、そりゃそうだろ。それ取り上げにくいだろ、それ。で、私はこの行為を命が尽きるまで続くと思います。取り調べで言ってるらしいんですよ。それって、要するに刑務所から出したらまた絶対やるってことですね。そういうことですよね。犯行声明みたいなもんですけども。その人にはちょっとペンキ売らないようなことはできないのかな。怖いですよね。で、ここから被告人質問なんですけども、あなたね、今回の調書にサイン、署名をしてないのはなぜですか、言ったら被告人が、いや、署名をしたことでね、私の最悪のシナリオが始まったわけです。平成26年の市役所の職員が私の家にね、住居侵入してきたのに、なぜ公務執行妨害と傷害になるのか、その時の弁護士が、あなた調書にサインしたのが良くなかったね、言ったんですよ。ああいう調書ってね、大体ね、喋ったことを書くような風に皆さん思ってるかもしれませんけれども、大体警察官が書いたやつにまとめてサインだけしろって言うんですよ。でサインしたらもう言ったってことになっちゃう、ね、私も経験がありますからね。私交通事故の被害者ですけど、あ、そうです、被害者ですけど、被害者として調書をずっと取るわけですよ、はい、それでごめんなさいね、はい、話してあげて、それで私タクシー乗ってて後ろから追突されて、で病院に運ばれてっていうのがあって、そういえば私タクシーに追突されてもニュースにならなかったな、俺有名人じゃねえんだ、まあいいや、それでね、それで警察に呼ばれて、調書を取って、それでダーッと向こうが、私言ってもないこともダーッて言うわけですよ。それでなんか犯人を厳しく、なんか飲酒運転だったらしいのね、犯人を厳しく処分してほしいみたいな文章があるわけですよ。いや、ちょっと待って、それね、犯人どうもね、うちの近所の人で、それ厳しく処分してくれっちゅうのもなーって言ったらですね、警察官に怒られて、何言ってんですか辛坊さん、飲酒運転なんですよ、こういうやつは厳しくしないとダメでしょって言われて、はあ、なんか定型文があるから、そのやつに当てはめなきゃいけないですよ、ね、これサインしろって言うわけですよ。え、でそれサインすると私がそれ喋ったことになるんですよ、法律的に。結構怖いなこのシステムはと思ったことありますが、どうぞ。だからそれで弁護人がだからサインしたからダメだったんだって、その2014年の時に言われたと、なので今回の弁護人は、じゃあその当時をね、2014年の裁判結果に納得いかなくて、司法関係者にあなたは不信を抱いてるわけですね、はあはあ、だから7年間その怒りをずっと持続させてるっていうわけなんです。なるほど、もうライフワークだな。で弁護人が、じゃあ今回ね、ペンキをかけた後にすぐ警備員に名乗り出たのはなぜなんですか、っていうと、被告人は、かけ逃げとか逃げ得、私は好きではない。そう、かけ逃げって言葉あんのかなって思うんだけど、かけ逃げとか逃げ得は私は好きではありません、はい、堂々と逃げも隠れもしない。だから警備員には申し訳ないですけど、警備員に、警察に連絡してくださいと、できるだけ穏便に済ませたかったの。だったらかけんなよ。そういうことですね。だから弁護人聞いたんです。あなた取り調べでは、ペンキをかけようかやめようか葛藤があったって答えてますよね。そう、被告人が、やはり世間の注目、騒ぎになって秩序を乱すことになります。果たしてそれだけの価値があるのか、それだけアピールをする重要なことなのかと考えたわけです。一応悩んだんだ。そして、やはり日本を正すためにはやるしかないのだと、やったのです。正義の味方みたいになってます。なるほど、ね。だから弁護人としては、他の方法でね、その不満を解消しようと思いませんでしたか、と被告人が、いや、新聞社にいろいろネタを送ったんですけども、取り上げてくれませんでした。なので、私はですね、ブログを始めまして、そのタイトルがですね、日本は本当に法治国家なのかというタイトルなんですけど、それはぜひともですね、古玉裁判官にも読んでいただきたい。裁判官の名前間違っちゃったんですよ。せっかく確認してるのに、古玉裁判官になっちゃう。小玉だよって言いたかったです。なるほど。で、弁護人が、確定した裁判に不服がある場合は、再審請求ってのがありますけど、それをやろうと思わなかったんですか、ちょっと被告人が、考えましたよ。でもあれはね、裁判官、検察官、弁護人の慣れ合い、談合なんですね。はっきり言ってならず者。そんなならず者を、なんで私が相手しなきゃいけないんですか。いや、相手してるし。そう、弁護人が、いや、でもね、なんかペンキで汚したりして判決変わりますか、被告人が、わかりませんよ。いや、変わらんでしょ。弁護人が、いや、じゃあ、待って、今後もじゃあペンキかけ続けるんですか、
被告人が、重要ですね、これはね、法治国家として変わらなければいけないという、あなたたちの責務なんです。なるほど。法廷中の人を指さしまして。なるほど、なるほど。そう、弁護人が、じゃあ今後だからどうやって不満を解消するんですかって言ったら被告人が、まあ、一番簡単なのはペンキですな。ずっとペンキかけ続けるってことなんですよ。次は水溶性のペンキにしたらどうだろうか。だから弁護人も他にないんですかって言ったら、いや立派な裁判官、検察官ね、弁護人自主的に修正していただきたいんですよ。じゃあ被告人、あなたご自身は何をするんですかって言ったら被告人が、私はペンキかけるだけですよ。絶対やるんですよこの人は。やりますね、やります、やります、結局先週の火曜日に判決言い渡されたんですけども、また実刑、実刑です。懲役1年6ヶ月懲役1年6ヶ月の実刑、はあ、それ刑務所もなあ、何やったの、いやペンキかけて、どうして実刑になっちゃったの、いや、いやだから5回目ですから、出たらまたやる必ずやるでしょうね、2023年5月これやるよね、やるよね、不安ですけど ね、 ね、それがまあペンキだからまあ笑ってられるってところはあるけどさ、あそうなんだ、こういうのなんとかどうにかしなきゃいけないんだけど、確かにその人が警察、検察、裁判システムに持った怒りというのは分かるわ俺、はい、かる、7年前 何があったかは分かりませんけどね、まあ、俺はさすがにそういうことはしないけどさ、でも俺の知り合いでやっぱりどう考えてもこれ冤罪じゃないのっていう人で最高裁まで行って有罪確定した人もいるからね、うん、そうですか、はい、まあ、阿蘇山さんはね、こうやっていろんな形で裁判の、ね、傍聴してますけれども、はい、12月31日にイベントが、はいはい、あるんですよね。そうですね。はい。何でしたっけ？下北沢の、下北沢のザ・スズナリで、はい、お笑い裁判の歩き方2021という、はい、ちょっと裁判の話を。いくらですか、入場料。入場料いくらか3000円くらいなのかな。じゃあ詳しいことは大川工業の報告で。僕も知らないですよ、よく。俺も知らない。チケット代も時間も知らないって。ちょっと、M1 出ようよ。誰とですか？ちょっとまた傍聴してきた。はい、わかりました。大川総裁と。いや、阿蘇山大噴火さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた、いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。12月20日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、ではリクエストメールね、はい、ご紹介していきます。お願いします。千葉県いすみ市の農産物応援隊さん、ありがとうございます。カバの歌があるかって、辛坊さん、ムーミンがありますよ。ムーミンの主題歌 ね、 ムーミン、俺もこの間それで怒られたんだけどさ、あれこの番組じゃなかったっけな、怒られましたよね。そうです、カバはムーミンじゃないって、いや違う、ムーミンはカバじゃないって何言ってるんですか。あれは妖精だ、妖精なんですよ。私知ってましたよ、ムーミンが妖精であることは。でも、うん、カバですよね。いやいや、妖精なんです。あ、妖精ですか。そうなんです、はいはい、そうなんです。あれ誰に怒られたんだっけ、誰かに怒られたな、なんかありましたよね、この番組だな、あれやっぱり。そうですね、はい、はい、それからケイズさん心残りかなって、細川たかしさんのね。どうして、私カバよね。いや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 、むちゃくちゃだなそれ。いや、だいたいお題がむちゃくちゃですからあれ心残りっていう歌なんだ。そうですよ、そうですよ、はい。神奈川県横浜市の太郎さんはですね、夢の中で大冒険されたということで、シンディーローパーのグッドイナーフお願いします。ああ、なるほど。映画グーニーズの主題歌、はい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 。それからですね、東京都の吉田屋さん、はい、タマでさよなら人類。はあ、カマの
夢とは関係ないんですが、私にとってはなんとなくカバを思い出させる曲です。どうして曲もなんとなく夢の中の出来事っぽい。かなり無理くりだな、それ、ね、はい。あ、こちら神奈川県風船の虎さん、風船の虎さんじゃないの風船ですね、はい、皆さんいろいろ考えますね。ラッツ&スターの夢で会えたらをリクエストします。あ、いい曲ですね。カバには会えませんが、昔振られた女の子にまだ未練が残っている私は、その私を振った女の子を未だに夢に見ることがありますとても幸せな気持ちになります。幸せな気持ちになるんだ。それはいいですね。それはいい夢ですね。大体そういう夢見ると気分悪いもんですけど、目が覚めてあ、そう夢かみたいなことありますけどね。そうそうそう、わかりました。どうしましょうか。それでは今日の、ズームのミュージックリクエスト決定させていただきます。はい、ドン、細川隆志、心残り。そっちに行きますか。はい、ありがとうございます。じゃあケイズさんね、今日エンディングにお送りしますのでお待ちになってください。さあ、ではあのご意見もね、ちょっとご紹介していきますけれども、神奈川県厚木市のトラスさん、辛坊さんと前澤さんの対談、ぜひ実現してほしいです。あ、そうっすよ ね、 ね、宇宙旅行のここが大変、太平洋横断のここが大変のマウントの取り合いになるんでしょうか。いや、そんなことないと思いますよ。あの、全く違いますからね。私は、ね、あの宇宙旅行の方がリスク高いと思います。はい、過去のやっぱりね、例で言うと、はい、太平洋横断で死んだ人のデータってほとんどないんですよ。データ自体がないんですけどね。で、宇宙旅行に関してはやっぱ過去実験中も含めて訓練中も含めて亡くなられた方の数と、それから打ち上げ回数分かってますから、それを打ち上げ回数で犠牲になった方をこう割るとですね、かなりのやっぱりねリスクだと思いますよ。まあ、今回無事に帰ってらっしゃいましたから言いますけど、今回だってソユーズが爆発してたって不思議はないですからね。だってあのスペースシャトルですら爆発するんだから。そうですね、はい、まだやっぱり宇宙旅行はリスク高いですよ。まあ、でも夢はね、最後はリスナーの投票でどっちに行きたいかを判定したいですね。これどっちに行きたいかっていうのは迷うところですよね。いや、私あの帰ってきた時も、帰ってきた時にも申し上げますしたけどね、おすすめしません。はい、やっぱりね、こたつに入ってみかん食ってるのが一番です。あ、私はそれを選びます、はいはい、何もそんな寒くて暑くて命かかってるところに行く必要がないよね。大体暑くて番組ほっぽり出して行く必要はね、すいません、どうも本当に申し訳ないです。千葉県立山市の立山のみっちゃんさん、へいへい、出国時の殺素剤のネズミの話ですけれども、猫いらず、辛坊さんのヨットを停泊しているマリーナにはネズミは出ないですか。陸沖なら大丈夫かもしれませんが、浮き桟橋への停泊だとネズミが出ますよ。そうらしいですね。渓流ロープを伝ってたやすく船に上がってきて、リアデッキの穴から船内に入って食料品を食べますって書いてある。あのね、ケーブルとかかじられるケースは聞いたことがあります。だからまあいるっちゃいるんかもしれないね。まあそれマリーナにもよるよね。私のところのマリーナ見たことないですけれども、いても不思議はないなという気はします。確かにって考えるとやっぱり猫いらずあった方がね。猫いらずいらないんじゃない。そうですか。いらない、まあいいけどさ、でも普通に売ってんだっていうのがね、ちょっとあのやばい、ギリギリ、いや、やばいっていうか、まあ、事実だからしょうがないけど、あの殺素剤の成分って昔からですね、はい、結構人間も食べるとはあの危ないものが含まれてるんで、あ、こんなに簡単にネットで買えるんだっていうのが実は驚きでしたね。あ、まあ、値段も安いのよ。あ、そうなんですか、はい、まあ、あくまで殺素剤、ネズミをね、はい、殺すためのものですけど、だけどその時に義務付けられたエタノールは、まあ、昨今のコロナ禍ですっごい役立った、はいはいはい、こんなもん使わねえだろうなと思ったんですけど、エタノールってこんなに使い道あるんだと思って、特にね、エタノールってね、エタノールでいろんなとこ吹き始めて気がつきましたけど、はい、下手な洗剤よりよく落ちるよ、あれ。あ、綺麗になります、ね、綺麗になる。俺も最近なんか流し台とか拭くのに、エタノールでこう一生懸命拭いてると、うん、すっげえ綺麗になるじゃんこれみたいな。本当に無駄が嫌いな男ですよね。もうね、おいえもうちゃんと駆使して、いいことだと思います、はい、まだまだご意見お待ちしております。 zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。大阪市北区のビル火災、容疑者は事前に入念な準備か。
死者24人を出した大阪市北区のビル火災で殺人と放火の疑いが持たれている谷本盛雄容疑者が事件前、生活拠点としていた西淀川区の住宅の近くでガソリンを購入していたことが分かりました。また捜査関係者によりますと、火災現場に催涙スプレー2本を持参していたことも分かっており、谷本容疑者が事前に入念な準備をしていた可能性が明らかになってきました。とにかく何とかして事前に防げなかったかというのがやっぱりね、今後の最大の論点だと思うんですが、まあ、これに関してちょっと今週末のニュースの報道の仕方見ててですね、すごい気になったことが一つあるんですよ。で、さっき3時台の時に申し上げましたけれども、朝日新聞毎日新聞読んでらっしゃる方がもしかすると情報すごく大きなものが欠落してるかもしれないと申し上げたんですが、私も今日週末の新聞ざーっとまとめて読んだだけなんで、もしかすると見落としがあるかもしれません、はい、見落としがあったらごめんなさいなんですが、多分ね、見落としはないと思うのは、今までの報道の仕方をこうずっと見ててですね、昔は我々子供の頃ってなんかこう犯人捕まるじゃないですか、そうすると前科15犯とかって結構新聞に書いてあったんです ね。前科前歴報道ってやつですね、はいはい、ところがこれがやっぱり弁護士さんや市民グループ等からですね、突き上げを食ってですよ、過去にどんだけ罪を犯していても刑務所にちゃんと入って罪を償って出てきたものに関しては、やっぱり前科前歴を触れられる必要はないわけで、その前科前歴報道はやめようっていうムーブメントがあって、で、まあ今も新聞全部消えました。だけど私はまあそれは前科前歴があろうとどうしようと、健全な社会生活を送ってる人の過去を暴いて、こいつは実は過去殺人犯でしたよみたいなことをするのはダメだろうけども、やっぱり何か同種あるいは何か大きな犯罪を犯した時に彼に犯歴があるのかないのか、あったとするならどうしてその罪を重ねるようなことを放置してしまったのか、どっかで止める方法がなかったのかっていうことが当然論点になるべきなのに、朝日毎日ってね、そういう伝統的に前科前歴そういう時でもやらないんですよ。で、今回例えば今朝の産経新聞、これもう朝日毎日しか読んでない方はって話だと思いますけれども、今日産経新聞の社会面の見出しはこうですよ。10年前長男刺し逮捕なんですよ、はい、ね、ちょっとざっと読んでみますと、はい、知人らによると谷本容疀者は約20年前大阪市西淀川区の住宅に妻や息子らと共に引っ越してきた。ずっとあって、おとなしいけれど愛想はいいという印象、家族仲は良さそうに見えた。これ近所の人の話ですね。しかしその後に谷本容疀者は妻と離婚し家から出て行ったという。そして平成23年4月に事件が起きた。当時25歳だった長男の頭を刺したとして府警西淀川署が谷本容疀者を殺人未遂容疑で逮捕、で、まあそのいきさつがずっと書いてあるんですが、でやっぱ今回の犯行に関してなんでこの男がこんなことを犯したんだろうっていう、犯罪に走ったんだろうということをこう分析していったときに、どういう人生でこういうことをやるに至った心理状態も取材していって伝えようとするときに、これ前科前歴報道なしに伝えるのは不可能ですよこれ。だから、もう完全に思考停止に陥って、一部のメディアって、これは伝えちゃいけないもんだっていうのがあるから、いや、それどうしたと、これもう間違いなく国民の知る権利で、で、服役して出てきて、で、今回の犯行に走るわけで、で、そういう人物がガソリン買えちゃうっていうところもね、ガソリンの販売って本当に厳しくなってるんですよ、今。はい。私ね、どんだけ厳しくなってるかというと、ガソリンは、まあ、わかります。だけど私、太平洋横断するときに、うちの船ディーゼルエンジンなんですよ。ほんで、ディーゼルエンジンで燃料800リットル持ってってんのね。はい。800リットルっていうと、20リットルのポリタンで、40個分ですよ。大変な数ですね。それでまあハーバーでも売ってんだけど、なんかハーバーだと高いんじゃねみたいな話があって、ちょっとでも安いとこがいいよねって、じゃあ街中で車用の軽油買おうかって言って買いに行ったんです、はい、ポリタンク持って。それもちゃんとした軽油用のポリタンク、これも規制が厳しくですね、厳しくてですよ、灯油用のポリタンクと軽油用のポリタンクは仕様が違うんです。あ、別でもね、ぶっちゃけ言うとね、灯油と軽油と基本同じもんですから、ガソリンとは全く違いますから。だからガソリンは引火点っていうか引火して爆発しますから厳しいのはまあ分かりますよ。だけど軽油って成分灯油とほぼ一緒ですからね、で灯油と軽油との扱いがこんなに違うのはわけ分かんないんだけど、その800リットルの軽油を
ガソリンスタンドで買おうと思って近所のガソリンスタンド回ったんだけど、どこも売ってくんなくて、やっと売ってくれるところは、身分証明書出してください。わかりました。はいはい、で、この書類書いてくださいって言って、A4 番の書類ずっと書かされて、それでやっとこれで買えるわと思ったら、1回に売れるのは20リットルまでです。ちょっと待ってと。800リットルの軽油買うのに何回来なきゃいけないんだっていう話になって、ありがとうございましたって言って、もう半端で買いますってことにしたんですが、今そのぐらい厳しいんですよ。軽油だってよ。ガソリンはもちろんです。ガソリンの場合は金属製の蛍光管がないと無理なんですが、それでも当然身分証明求められる。で、今回この今日の報道によると、この容疑者は、谷本容疑者は、身元確認の書類を持って買いに行ってるって言うんだけど、だけど、はい、だから自分名乗ってやってんだけれども、チェックできてないんですよ。で、こういうね、で、車持ってない人間に、ガソリン蛍光管になんで給油ができたのかっていう話で、京アニの時にあんだけ問題になって、その後法律も現場の扱いも厳しくなったけれども、だから形式的にしか判断してないっていうことだよね。止める方法はあったはずなんだよ。だけど、それが機能しなかったっていうのは、やっぱりね、さっきの前科前歴の話に戻るけれども、なんでこんなやつにガソリン売っちゃうの平気でっていう、車も持ってきてないやつにっていう、なんとか防げなかったのかと、もう24人死んでからじゃさ、取り返しつかないじゃない。本当ですね。だからやっぱね、ちょっと昨今のマスコミの報道の仕方も非常に問題がある。それで極めて偽善的だなと思うのはですね、その、まあ、警察が今回ね、最近ね、自治体警察ですよね。例えば京都府警とか、被害者側、死んだ人のこの名前出さないっていう、もうどうせ報道しないんでしょ、もうだから出しませんよって警察が、被害者側隠すことがすごく増えてて、はい、で、今回大阪府警は、身元が分かり次第発表してます。で、これに関しては、新聞全紙、一般紙全紙、それだけ人権でどうのこうのって言ってる朝日新聞も毎日新聞も報道してんだけど、朝日新聞は今日ですね、それの報道の後、事件事故報道では一人一人の方の命が奪われた事実の重さを伝えることが報道機関の責務と考え、原則実名で報じています。取材に当たる際は節度を保ち、ご遺族や関係者の皆さんに配慮しますって、こう、断り書きを入れてやってるわけですよ。断り書き入れてやってるって言ったら、この断り書き自体は私はね、かなり納得いかないっていうか、私は基本的に、私がデスクで、私がテレビの番組のデスクなら、もうちょっと被害者の名前、まあいいだろうと思うんだけど、取材するなとは絶対言わない。これはもう取材では絶対必要だから、事件というのは、加害者、被害者、実名で、どこの誰なのかというのがちゃんとわかるように報道するのが当たり前で、もう最近取材しないっていうケースが多いんですよ。でね、私非常に問題だと思うのは、これ一律よく議論があるんだけど、一律被害者の名前を出すなっていう人がいるわけだよ、うん、だけどそんなこと言い出したら、和歌山のね、和歌山の、金持ち殺人事件で最終的に逮捕されたのが遺族だよね、うん、で例えば日大の背任事件なんかあるけれども、あれ被害者誰かって言ったら、背任の被害者は日大だからね、被害者報道やめろって言ったら、とある大学でをめぐって背任事件で、一律被害者やめろっていうね、アホな議論があるんだけど、で、なぜ被害者報道が必要なのか、なぜ加害者報道が必要なのかも含めてね、マスコミの人間が基本的に根本的なことを理解していないっていうのがね、今回もものすごく浮き彫りになって、ちょっとちゃんとしたメディア教育みたいなものをマスコミ関係者にもう一遍やり直さなきゃいけないんじゃないのと、俺はつくづく思うね。だからまあ話元戻りますけれども、一部の新聞しか読んでない人は、実はこの男が10年前に逮捕されて、殺人未遂で逮捕されて服役してるっていうベーシックな情報が手に入らない状況でいいんですかと、やっぱりメディアの受け手の側が声を上げなきゃいけないと思うんだ俺みたいな話をすると、まあ、メディア論に踏み込んでいって、メディア論に踏み込んでいくと俺興奮する癖があるのでもう今日はこのぐらいにしといてあげますが、だから私は基本的には知り得た情報で皆さんにお伝えした方がいいという情報に関しては包み隠さず、志摩さんね、一貫して昔からそうおっしゃってますもんね。お伝えいたします。だからそこから先は皆さんが判断してください、うん、で、はい、私が伝えないことで知ってることはありますけれども、そこは私にを信頼してください。皆さんが知るべきだと思ったことに関しては全部お伝えしてます、はい、だからね、変なニュース見るよりはまだこの番組の聞いてる方がマシじゃねえかと思うことはたまにある。マシというかね、ぜひ聞いていただきたい。いいまとめじゃないですか、いやいや今日は。マシ程度です。はい。
ちゃんとお聞きになってください。以上、今日最後のズームオンでした。お送りしているのはケイズさんのリクエストで、細川たかし心残り。細川たかしさん1975年のデビューシングルだそうでございます。1975年か。私がちょうど受験の頃かな、大学受験の頃じゃないかと思いますけれども。あ、そうかもしれないですね。久々の 演歌ですよね、ジャンルとしては。演歌ですね、声若いですね。演歌ですけども、なんか心に染みるよな。どうなのかしら、これを今若い人が聞いた時に心染みるんだろうか。何この歌詞って感じになるのかしら。何その私の順序って。あげてしまった私の順序意味わかんねえとか言われそうだな、これな。かもしれませんね。染みはしないような気がする。後でエザーに聞いてみよう。若くもねえか。失礼ですよ、そういうことを言うのは、ね、失礼しました。さあ、日本放送をこの後は小島夏子さんのお帰りなさいをお送りします。で、明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さん。ワクチン証明、ワクチン接種証明書アプリの運用開始、それから対中避難決議見送りなどのニュースを解説します。視覚障害者向けの歩行ナビゲーションシステムについても特集するということです。で、明日のこのズームそこまで言うかはですね、ゲストは辛坊さんがね、海の上を漂っていた頃何度も聞いてきたとして、漂ってどうよ、漂ってたわけじゃないですよ。一応方向を決めて走ってたんですよ。そうですよ、頑張ってね、猛烈に進んでいた頃、いや猛烈には進んでなかったですけどね。今ね、改めてですね、来年の2月ぐらいの出版を目指して、本をこの週末も家にこもって書きましてね、この週末だけで3万字ぐらい書いて、ほぼほぼ、はい、4月9日に出発して、はい、8月の22日に、23日に入校するまでの公開日誌を全部読み直して、今必死になって書いてて、はい、8月まで来ました。あ、だから多分今晩書き上がって、はい、あと、まあ、遂行しなきゃいけないですけど、一応だからラフな原稿は今日の段階で書き上がって、やっぱこのね、5ヶ月間起きたことを公開日誌見ながら、こう、読んでるとね、つくづく思いました。こいつアホじゃねえかと。あなたですけどね。私ですね。あなたですけどね。本当に。いや、だからね、公開日誌読んでると、想定外みたいな故障とか事故とかって結構頻発してるんですよ。よくこう生きてたどり着いたなと、今更ながらにつくづく思いますね。客観的に振り返ってみるとやっぱりね、そう思われるんですね。そうなんです。前澤さん何もなくて降りてこられたんだろうか、何かあったんだろうか。あ、こういう話もね、後日談もね、そうでしょうね。だから後日談はこの後、だから宇宙行ってやりたい100のことみたいなことをね、そうそうそう、事前に。で、まあ、すでに、宇宙ナウってツイートするとかさ、まあ、簡単にできることはもう、あとこうね、ラジオと中継するなんてのもそうですね。あ、そうです。日本放送でしたっけ。日本放送でね、ですよね、クリアしてます。いくつかクリアしてますが、全部できたのか、どうなのか。お金巻くってやつがあったじゃないですか。はいはいはい。お金巻く。ね、お金持ちってね、どうやらお金巻きたい衝動があるみたいですよ。私、小学校の時に読んだ歴史の教科書を読んでたら、はい、明治時代の金持ちって、何したかっていうと、下駄探す時にですね、はい、一円札が当時のお札に火つけて、明かり取りにして、それでその宴会場で、ブワーッとお札巻いて、はい、みんなに拾わせるっていう遊びが結構流行ってたらしいって話があって、はい、お金持ちってお金巻くんだな。できることなら拾いに行こうかなみたいな。はい。で、明日のゲストまだ申し上げております。誰ですか？ジャーナリストの堀潤さんです。おー、堀潤さん、はい、お待ちしております。ここまでのお相手は辛坊治郎と増山でした。明日もあるよ。